ハイレゾアドベンチャーはシエラオンラインが発売したハイレゾグラフィックのアドベンチャーゲームシリーズ。シリーズ第一作ミステリーハウスベイシエラオンライン社がアップル2で発売したハイレゾグラフィックを用いた初期のアドベンチャーゲームのシリーズ。全7作。一部の作品はあたり400、800、コモドール64、IBM PC に移植された。また、 日本では、スタークラフト社が翻訳の上、国内の主要パソコンに移植して発売した。元は、シエラオンラインを創業したケン・ウィリアムズの妻、ロバータ・ウィリアムズが、ケンのアップル数で規制のアドベンチャーゲームを遊んでいたが、どれもすぐに終わってしまい物足りないので、自分でも楽しめるアドベンチャーゲームを自分で作って、見ようとしたのが始まり。ただ、いざプロットが出来上がり。 製品化を県に持ちかけると、何か既存のアドベンチャーゲームとは異なる目玉がないと、商品にするのは難しいと言われ、それで、かつてより思っていた、もしもアドベンチャーゲームが、文字だけではなく、紙芝居風の絵が出たら、どんなに素晴らしいだろうという考えを取り入れた。ただ、実際に絵が出来上がると、数十枚もの絵を一枚のフロッピーディスクに収めるのは、容量的に無理だという話になり、 そこでケンは絵の座標データのみを持たせて線画で絵を描画するという手法を考え出した。2作目以降はタイルペイントのアルゴリズムを取り入れ6色しか発色できないアップル2で疑似的に21色のカラーグラフィックを実現した。結果としてハイレゾンアドベンチャーシリーズはシエラオンラインのドル箱商品となった。初期の頃はゲームの問い合わせ先として シエラオンラインの電話番号が印してあってゲームに行き詰まったプレイヤーから問い合わせの電話も入ったがそれにはロバータが台所でディスクのコピーやらパッケージの箱詰めやらをしている手を休めながら直接応対していたというしかしながらシリーズを重ねるにつれ内容がボリュームアップしていくという傾向は特に第6作タイムゾーンで制作コストやメディア枚数が 大幅にかさみ、それはそのまま価格に跳ね返り、結果売上が不振になるという悪循環を招いて、しまい、もはや商業的に成り立たないと判断されたことから、第7作、ダーククリスタルをもってシリーズは終了した。このうち、ロバータ・ウィリアムズが制作したのは、ミッション・アステロイド、ミステリー・ハウス、ウィザード・ド、プリンセス、タイムゾーン、ダーククリスタルの5作品。 ミッションアステロイドはミステリーハウスより後の作品だが初心者向けにミステリーハウスよりも低い難易度としたためシリーズのナンバーレイトされた。実際のリリースは1203456の順である。現在シリーズ第一作のミステリーハウスのみが作者自身によりパブリックドメインとして一般公開されている。マイクロキャビンからも同名のアドベンチャーゲームが発売されたが 内容は別物で本シリーズとも関係はない。ありがとうございます。